勉強っていう言葉の定義ははっきりさせないといけないよね。で、1ヶ月後にそれを覚えてられるかって、覚えているかどうかだよってことで、入れた知識を素早く正確に引き出すことができて勉強したってことなんだよ。Hello there. 始まりました。森田チャンネルです。今回はですね、再び、二たび、何たびでしょうか。細いを使って金を稼ぐ男、森哲チャンネル。はい、すごいドラえもんみたいな言い方ですね。森哲って言って。ありがとうございます。本当に準レギュラーになっていただいて。いやいや、全く何か覚えないんですけども、なんかね、皆さんどうもいつもありがとうございます。本当に。プレゼント企画やりまして、佐藤先生の著書をですね、やりまして。これ読みましてですね、僕も読んだんですか。読みましたよ。いや、大体こういうの読んでないですよ。いやいや、めっちゃ見て、もうこのこの動画にするぞの場所。ああ、何ね、もうこれがね、もう金になる木のように見えてる。なんちゅうやつなんだ、こんな下世話な英語講師がいていいのかと。もうね、世の中すごい知ってるじゃないですか、動画なんて儲からない。一番よく知ってるじゃん。まあ。けど見られた方が面白いですもんね。そうですね。面白いですね。どうせだったら見てもらった方がね。まあ、あと10本ぐらいはいけるなっていうのが。本当の勉強とはっていうのがやっぱり、おお、はいはいはい、これはやっぱちょっとね、気になったところなんですけど、はい、どういった感じなのかっていうのをちょっと小先生に、ね、なるほどね、覚えてないんだね。何しゃべって、何書いたっけ。いや、覚えてるんですけどね、まあ、全部が本質的に一緒じゃないですか、こういうのって書いてるのって、はいはい、要するに枝葉の部分がいろいろ違うだけで、本質的に言ってることってどの章でも同じなんですよ。なので、例えば本当の勉強とはとか、暗記法とか、こう計画性だったりとか、いろんな形で姿形を変えてますけれども、まあ、幹は一緒って思ってるんですよね、僕はね。で、やっぱりこのみんながね、勉強してますとかね、いや今週勉強したなとかね、みんな言うんですけど、その勉強っていう言葉の定義ははっきりさせないといけないよねっていうことで、この章は書いたつもりなんですけども、まあ、具体的に、まあ、皆さんその、ね、勉強したっていうと何を、まあ、思い浮かべるかっていうのをね、ちょっと頭の中で浮かべてもらったらいいと思うんですけども、自分がね、その受験生だった時も、まあ、そういう傾向ありましたけど、やっぱり例えば1日何時間勉強した、あるいはその計画表を、ね、自分で作ってたとしたら、その、ね、全部に丸がついて、まあ、課題の達成率が 100% だったよと、まあ、それね、なんか勉強したなって感じになるじゃないですか。森田先生もそう思いません？そうですね、確かに達成っていうとなんかそういうイメージありますよね。そうですよね。なんですけれども、まあ、僕の考える勉強っていう視点はどういうところがポイントかっていうと、結局その日やったことっていうのは忘却曲線に従えば翌日7割忘れてるんですよ。はいはいはい、忘却曲線出ましたね。また僕グラフ考えた。また何回目のグラフ。どこでも出てくる忘却曲線。でけどね、みんな忘却曲線なんて知ってるし、翌日忘れることも知ってるし、1週間後忘れることも知ってるのに、みんな何にも対策練らない人ってほとんどなんですよ。なるほどなるほど。びっくりしません？全員知ってんですよ、こんなのね。で、人間ね、昨日の夜ご飯だってちょっと何だったっけなって思い出しますよね、頑張ってね。それぐらい人間の記憶っていうのは曖昧なもので、非常にファジーなものなんですよね。だからこそ、そこをね、ちゃんと自分で見つめて突き詰めないと人と差はつけられないんですよね。なるほど。そう、だから本当の勉強とは何かっていうところに何て書いたかっていうと、要は1ヶ月後にそれを覚えてられるかって、覚えているかどうかだよってことを言ってるわけです。要するに、その日何時間勉強したよ、その日この課題を全部クリアしたよ、それは非常に刹那的な話であって、それは勉強したとは言わないよと。いや、その日にやった内容が1ヶ月後、まあ、あるいはその1ヶ月後の模試、そこでちゃんとアウトプットできた、正確に、反映できたっていうところで、それが勉強成功っていうフェーズなんだよっていうことを、この章では書いたつもりだったんですね。いやー、すごいいいですね、やっぱり。本当ですか？もうすごい、ファジーなんて言葉が、ね、ファジー、ね、ちゃんと意味合ってます。説明します、ファジーネーブルじゃないですか。フィジーでもないからね。フィジーでもなんでもない、ね、そうそう、その通りですね。ここにも書いてありましたもんね、この瞬足で正確に人に説明ができるかっていう。そうですね、入れた知識を素早く正確に引き出すことができて勉強したってことなんだよっていうふうに書いたんですね。結局入れたフェーズ、つまりインのフェーズだけでそれを勉強として、まあ、確立してしまうんですけども、そうじゃないよと。
インしてアウトできたどこまでが勉強なんですよっていうことですよね。つまり、まあ当たり前ですけど、自分の頭の中にまあフォルダを作るイメージですよね。正確にフォルダがまあ自分の中で整理されてないと、要はパソコンの中でもそうですけど、全部デスクトップに並んでたらファイル見つかんないですよね。いますね、そういう人ね。そうなんです。けれども人間の一番弱いところっていうのは検索機能がついてないところなんですよ。わかります。なるほど。パソコンだったらば正直ね、ファイルがどこにあろうが、例えばね、森鉄って入れたら森鉄のファイルパパパって出てくるじゃないですか。だからそれだったら非常にいいんですけど、人間は機械に劣りますから、ね、検索をかけたところで全部が全部出てくるとは限らない、あるいはね、フォルダ名がいつの間にか変わっちゃったりするんですよね。全然違うことをね、引き出してきちゃったりとかするわけですよ。それってやっぱり試験中とか特に高い緊張感のね、高まってる時に起きやすいことなんですね。なるほどなるほど。だからケアリスミスとかっていうのはやっぱり模試で、あれなんで普段できてるのにできなかったんだろうっていうところにまあ帰着するわけですよね。それは普段から緊張感のある検索をかけてないからっていうのが一つの原因にはなるんですけども、それ以前にフォルダが分かれてないと検索はね、人間かけられないわけですよね。だからまずはきちんと頭の中に整理してしまい込む。そしてどこに何のフォルダがあって、どのね PDF なり書類があるかっていうのを把握してるってことが大事なんですよね。なるほど、これを勉強と僕は呼び、ほうほうほう、なるほど。ここではククが例に挙がってますけど、ククだったらもうすぐに出せますもんね、瞬発。そうですね。だから結局英単語もそうですし、まあ文法問題まで消化させてもいいぐらいじゃないですかね。あうんで出てきてくれないと意味がないんですよ、結局ね。センターでね、第2問のね、文法問題にそんなね20分かけたらもうジエンドですからね、もう絶対に。例えばあそこの10問なり12問っていうのはもうほぼね7分8分で終わらせなきゃいけない。まあ1分切ってね1問解かないと、どう考えたって長文、まあ第3問とかね、ちょっとひねくれた形式のところに時間が残らないじゃないですか。だからあそこは反射でやらなきゃいけないんですね。だからもう室外機反射のように、また難しいのが出てきた。で、膝を叩いたら膝は上がるでしょう。かっけとはちょっと違うまあ医療ネタになるとね、森鉄絶対俺より弱いから。そうそうそう。反射にするためにはどうすればいいかっていうと、インアウトの回数なんですよ、結局。ほうほうほう。みんなね、インばっか入れるんですね。だからインばっかやって、問題集何周やりました、問題集バツつけました、何だらしましたっていうのをねやってくれるんですけれども、アウトはっていうところなんですよ。なるほど。でみんなやっぱり、僕もそうですけども、この問題例えばね、うっ、なんだっけってなった時にどうしても見たくなりますよね、答え。はいはいはい。けどね、そのうわー、この頭つらいなー、考えてる時間つらいなーっていう時間が検索機能を育ててる時間なんですよ。おお、なるほど、はい。もう思い出せそうで思い出せないっていう時っていうのは本当にチャンスだと思った方がいいと思います。ほうほう。要はそこで思い出せたっていうのは、非常に難しい検索をなんとか、まあね、頭の中で、まあ、やり遂げたっていう一つの証拠ですよね。だからそこでついついすぐ、ね、もう答え見た方が早いわって思っちゃうの気持ちは分かるんですけども、ぐっとこらえてなんとか思い出すね、その過程をね、やっぱり僕は大事にしてほしいなと思いますよね。フォルダーっていうのはあれですか、やっぱこう問題パッと見て、あ、これ順動詞の同名詞体トゥー不定詞だみたいなのをこう頭の中に入れておくとか。そうですね、まあやっぱり例えば僕だったらば、例えば文法、まあ、最初体系的に学ぶと思うんですけども、関係代名詞、関係副詞、仮定法ね、あとは比較、こういうふうに大きなジャンル分かれると思いますけども、まずその中に自分のフォルダの中に、例えば参考書ってね、まあ当たり前ですけど、こうやって章に分かれてると思いますけども、それ相応の要はファイルを作っておくべきだと思います。つまり簡単に言うと、そのフォルダ内を自分で説明できれば、それはまあ、整理されてるってことなんですよ。つまり関係代名詞って何って言われて、ね、見てる方々説明できますかっていうとこなんですよ。今日先ほどの、ね、面談でも、ね、あの生徒さんにも聞いてみたんですけども、まあ、関係代名詞と関係副詞の違いについて説明してくださいってね、こんな入試問題出ないですよ、ね、はい、出ないですね。出ないでしょ。出ないけど
英語取れてるやつは説明できるんですよ結局。なるほど。文法ガチガチでちゃんと固めて、うん、偏差値70とか取ってる人っていうのはパパッと説明しますよね、うん、でなんで説明できないかっていうとみんなねそこをおろそかにしちゃってるんですよね。つまり曖昧になってるんですよ、うん、はいはいはい、で結局曖昧自分の文法知識が曖昧なまま当たり前ですけど勉強を進めていくとそりゃやってる問題集はね3週4週やら答え覚えますからできるようになるんですよ、うん、でだってエクステージャーで体系でもう上からね問題並んでんだからねそんなねウェアの次はウェンだろうみたいになるじゃないですか問題のね並び的にね。だからそれじゃダメなんですよね。なるほど。要はそれを自分で5等まで含めて解説できるかってとこなんですけどもそこになるとみんないきなり弱くなるんですよね。数学だってそうです。生物科学ね物理全部そうです。偏差値68ぐらいの壁を越えられない一つの原因だと思ってますね。なるほど。人に説明できるっていうので、うん、68の壁を越えると思う。その通りだと思います。僕の、まあ、以前のねメディケイトの動画でも、東大学部のね先生が言ってましたけども地方高校からね周り誰もねレベル高いかな高くない中どうやって東大受かったのって言った時に周りがレベル高くないから自分が授業してたって言ったんですね。ほう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 。ああ匠さんも似たようなこと言ってた。そうです。授業してたんですよ。これって面白いなと思ったんですよ、うん、要するにやっぱりみんながみんなね、まあ、東大目指してる高校とかに入れればそりゃハッピーですよね、うん、僕も渋幕にいたんでね、うん、そりゃみんな東大医学部でしたから、うん、みんななんかこうやってふーってやってればなんかみんなそうなんですよ。自分が別にねその頑張ってなくてもみんなと一緒のことやってれば頑張ってる。周りができなかったら周りを伸ばすような自分の理解を深めればいいわけですよね。なるほど。みんなね環境のせいにしたくなる気持ちはわかるんですけれどもそんな中でも東大理さんやってね東大に受かってる人っていくらでもいるんで、うんうん、そういう人たちが何を考えてたってことをやっぱり常にね、まあ、その念頭に置いてやるべきだと思いますね僕はね。なるほど。ありがとうございます。いや何も喋ってない。そう本当に思った。あのなんか今回何にも喋んないでいいやもう何なんこのおっさんマジで。いや俺単なる聞き手になったなと思って。いや森鉄はね本当ひどいよね。だって12時ぐらいですからねこれ。あそうだね。あざーす。いや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 もうねチャリンチャリンみたいな声で帰る。 Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.